セドリック・カンテはフランスバランケン・ストラスブール出身のマリー代表サッカー選手。ポジションはディフェンダー。カンテは地元の RC ・ストラスブールの下部組織で育ち、1999年19歳の時にクラブと初めてプロ契約を結んだ。2シーズン在籍の間に7試合に出場し、2001年にはクープ・ドゥ・フランスのタイトルを獲得した。その後、 レンタルで加入したリーグドゥの FC イストルトアッソはバランスで16試合、32試合とそれぞれで主力の一人として出場機会を増やし、ストラスブール復帰後はレギュラーとして3シーズンで91試合3得点を記録。2004から05シーズン中には首相として臨み、同シーズンのクープ・ドゥラリーグ優勝に導いた。2006年に同カテゴリーのオフック・ニースへ移籍。 一年目は降格寸前の16位と苦しむも、二年目、三年目は注意を維持するのに貢献した。三シーズンの間に、レギュラーとしてリーグ戦で97試合一得点を記録。その後、ギリシャスーパーリーグのパナシナイコス FC に移籍した。2009年6月にパナシナイコス FC へ3年契約で移籍。一年目にリーグ戦と6年ぶりとなる。 ギリシャカップのタイトルを獲得し2巻を達成。カップ戦決勝に先発出場し、アリス・テッサロニキ FC の攻撃を抑え、1から0の勝利に貢献した。2012年6月20日、FC 訴訟に2年契約で移籍した。カンテはフランスに生まれ、母親もフランスのアルザス地域圏出身だったが、父親がマリ共和国出身だったため、 マリー代表としてプレーする資格があった。2011年10月7日のリベリア戦で代表初得点を記録。アフリカネーションズカップには2008年と2012年に出場。後者では首相として大会に臨み3位に貢献した。エビ、CD、セドリック・コンテ・サインズ・アット訴訟がアフター、A サクセシップル・シグマ・プシロン・ミュー・ファイ・オメガニュー。 アルファミューイプシロンアルファニュータウ、パナシーナイコスビーツアリスイチカラレイン、グリークカップファイナル、エクスクローマリーフットボール、セドリックコンテ、コピーテンでアグルズジュマリ、ジュエヌアイパセンティス、デラッパートでデ,ディリジョン、ユヌボロンテでプリグレッサー ID、アレバージョンズルオーニーブ。ありがとうございます。